そんな古いおもちゃ売れないよ。ガラクタだ。我々もみんな忠告ゴミに出されたり消されたりネットのセールで売られたり単に恋されたりいろいろだがもう心配ない。だけどあいつら遊び方を知らないぜ。おもちゃのルールは破るか。運命のお遊びタイムが始まるぞ。やばいやばい、あれあれ若き
スワールド来ました。